い。これはですね、ファミリーマートさんで買い物行ったら売ってたんで、値段も見ずに買っちゃいました。メロンミルク、そしてこっちがイチゴミルク、ともに300ですね、入ってるのがね。でこっちの方が、258円でした。後でレシート見たら、でこれが248円でした。会計した時になんか高いなと思って、しっかり値段見て買えばよかったです。こっちのイチゴミルクの方はですね、カロリーが289カロリーかな、これ。はい。そしてこっちのメロンさんの方が、これは229カロリー。メロンとか10円高いんですね。で、なんか、これよく振ってからお飲みくださいって書いてあります。こっちも。よく振ってからお飲みください。いやー、高かったな。高かったな。248円。258円、やばかった、びっくりしました。とりあえずこれがどんな味をするのか、この間我が家でミキサーで作った、いちごミルクを作ったんだけど、それとどうなのかというちょっと比較してみます。それでは開けてみたいと思います。よく見て、多分つぶつぶ入ってますね、結構ね、ほらね、でいちごミルクから混ぜます。いちごミルク、おお、カロリー、よし、いちごミルク、それではいただきます。うめえよ、これ。いちごの粒がこんな感じに残ってますね。じゃあちょっとコップをついで、はい、ちょっと残って、はい、次はメロン、メロンミルクよく振って、はい、開けていきます。じゃあこれ入れましょう。あ、メロンの果肉が入ってますね、こっちもね、メロン、よし、これもいただきます、うめえ、あ、このメロンうまい、果肉がうまいよ、これ、結構ね、果肉入ってますよ、これ、いけるかな、はい、で果肉残しました。結構大きい粒だね。しっかりプリプリ感。疲れた。うまいな。甘くて。こっちおすすめ。勝手にすごいお腹の温泉おすすめ。メロンミルク。これはね、258円高いけど、まあメロン買ってね、自分で作るよりですね。いちごの方はね、これはね、まあ自分でいちご買って牛乳買って作れますからね。こっちはなかなか作れない味だな、ちょっとな。これおすすめ、メロンミルク。はい、これファミマで売ってました。ファミリーマートで売ってました。はい、ご紹介です。それでは皆さん、さようなら。